お前にはやるべきことがある。いや、やってもらわなければならない。変わるんだ、弱いお前から。無理よ。私にはやるべきことがあるって言いましたよね。今やるべきことはお二人を助けることだと思っています。お前はどうする？何もしないわけにはいかない。そうでしょう。あなたが無事でよかった。もう嫌、帰りたい。返してよ。私がやらなきゃとか、私の世界が消滅とか、そんなのどうでもいい。二度とそんなこと言うな。俺が間違っていたというのか。じゃあどうすればよかったんだと思う？はいはい、相変わらずのだんまりか。規則は規則だもんな。お仕事ご苦労さん。そうさ、お前が間違っている。また知らない場所。いつまでこんなことを繰り返さなければいけないの？それはあなたがやり遂げるまでよ。私？そう、私はあなた、あなたは私。でも私は私、あなたはあなた。なるほど。どうして面倒なところばかり転生するのか。意外と落ち着いているな。いや、いつもの落ち着いているふりか。お前がそう言うなら落ち着いているふりさ。そうだった、言葉でお前を丸め込むことは誰もできない。だが俺はお前だ。
いや、お前は俺ではない。家に帰りたい、それともやり遂げたい、何をどうすればいいのか知らされてもいない。理不尽。私は間違ってないし正しい。あなたはいつもそう、そうやって過ごしてきた。人に押し付けてきた。こうしたい、こうあるべき、これからもそれでいいと思ってる。何を言ってるの。もどかしいだろ、自分の力ではどうしようもできないところが。このジゼリスの力をもってしても手段がない。あの女に全て託さなきゃならないなんて、あの女に取り入ってガンディアルのじいさんに媚びを売って努力してジゼリスとなったのに。計画と違う。なぜこんなことになってしまうんだ。俺が成し遂げたいのはこんなことじゃないのに。こんな寄り道をしている場合じゃないのに。変わるの？変わるの？変わらない？変わらないの？わからない。私にはわからない。誰かがどうにかしてよ。どうして誰も助けてくれないの？私が何をしたっていうの？教えてよ。あー、すっきりした。本音を叫んで。おいおい、怖い顔するなよ。代弁してやったんじゃないか。お前の本音を。そいつはご丁寧にどう思う。状況を飲み込んでいても余裕をかますか。お前らしい。いや、俺らしい。時間はまだある。それとも少ないと思ってる。ここでは不利だ。だからやり過ごして転生すればいい。いや、ここでの時間はともかく消滅までの時間が気になる。だからどうにかしないと。どっちかの。両方とも不正解だ。ほう。では正解は。お前が邪魔だ。そうだそうだ、そういう男だったな。お前はさすがは俺だ。何度も言わせるな。お前は俺ではない。俺もお前ではない。俺は俺でない。すなわちお前はお前ですらない。ではお前は誰だ。また逃げる。また逃げる。また人のせいにする。人のせいにする。また押し付けるの。何それ。ん？ああ、分かんない。思い出せない。それとも思い出したくない。あなたは思い出す必要がある。あなたには思い出す義務がある。耳を貸すな。ありがとう。間に合ってよかった。
どうしてここに？説明は後。それよりジサリスは？まだ見ていません。まずいな。いかにやつといえど。俺はジサリス。いや、ジサリスが俺なんだ。そうか。お前は俺を、自分自身を否定するのか。肯定されると思ったか。そんな考え、それこそ俺。いいよ、ジサリスではない。いいだろう。携帯変化。どうだ、俺がジサリスだ。見た目はな。ジサリスグッズ日本で販売開始。概要欄よりチェック。センティカ F8ABA6 ジサリス楽しんでいただけましたでしょうか。井上雅弘です。この度ジサリスのファンクラブサイトがオープンしました。こちらのファンクラブサイトガンディアルでは、未公開の写真や動画、設定資料だったりとか、あとは小説とジサリスの世界がより楽しめるような内容となっております。これからもいろんなコンテンツを随時追加予定ですので、ぜひこちらの QR コードか下の概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた次回お楽しみ。またね。